にちは。何でしたっけ？待って、何だっけ？あ、思い出しました。何でしたっけ？こんにちは。絶賛飛び跳ね中のエビのココナです。イエーイ、エビです。これ小顔効果ある。今日は改めてこのエビの心のエビの心の自己紹介をしたいと思います。イエーイ。もう皆さんが知ってくださっていることが多いと嬉しいんですけれども、まず私の名前はの名の通り、これの通り、エビエビエビに野原ののに心です。エビの心、エビの心です。はい。エビの心は生まれてもう17年経ちました。2002年生まれの6月29日です。イエーイ。6月29日はあれですね、ことですね。全然思い出せないです。誰でしたっけ？あ、違う、それは違いました。6月29日生まれの方の、この間占いしたんですよ。占いしたら、この間占いしたら6月29日の人の、何でしたっけ、パーソナル、なんだっけな、なんか大事な自分、前世じゃない、なんか同じ共通を持ってる人が、2002年生まれの6月29日の方のその同じ、なんかすごい、なんだっけ、待って、めっちゃ思い出せない。写真見ていいですか？なんだっけ、パーソナライズみたいな、錦織圭さんだったね。なんだっけ、出てこない。まあいいや、やめます。はい。2002年6月29日生まれの17歳の高校2年生です。現役 JK やってます。はい。血液型は B 型です。まあよく言われますね、 B 型は。 B 型って印象悪いんですかね。印象は悪くない B 型です。お、よく O 型が入った B 型だねって言われますね。よくわかんないですけど、 A でも AB でもなく B の O です。B の O です。 B の O です。B の O、 なんか B 好きなんですね。で、星座なんだっけ。星座はカニ座です。エビなのにカニ。エビなのにカニ座なんです。甲殻類で一緒ということで仲良くやってます。イエーイ。エビなのにカニ座のエビの心ですね。はい。趣味は、最近の趣味は音楽を聴くことと映画を見ることとピアノを弾くことです。音楽は私すごいちっちゃい頃から K-POP が好きで、 K-POP となんか日本の J-POP はもう聴くんですけど、 J-POP よりも洋楽をたくさん聴いてますね。で、何でした？映画も日本の映画よりもよく海外の、海外の映画洋画をよく見ます。ピアノです。問題はピアノです。問題ではないんですけど、ピアノが幼稚園の4歳ぐらいからやってるので、もう生まれて17年、4歳引く17で13年間やってますね。長い。中学、そう習ってたのは、ピアノのレッスンに行ってたのは4歳から中3までなんですけど、でもその中学の間私ずっとバレー部だったので、部活三昧で、合唱コンクールの前に伴奏を弾くために、で、合唱コンクールの前に時々習いに行ってたみたいな感じなんですけど、ピアノだけじゃなくてエレクトーンもやってたんですよ。エレクトーンは10年間ぐらい、そんなやってたかな。発表会が、ピアノの発表会が2年に1回、1年半に1回か2年に1回だからだったんですけど、その発表会の時に必ずピアノとエレクトーンを弾くっていうのを繰り返してたので、実はエレクトーンも弾きます。エレクトーン買おうか迷ったぐらい好きでしたね。はい。という感じで、次は性格です。性格はザ・ B 型って感じで、よくあの B 型のタイプで調べるともう全部当てはまってるぐらいの B 型性格なんですけど、なんだろう、自分の性格わかんない。性格、あ、でもいつも笑ってると思います。多分笑ってて、あとは負けず嫌い、笑ってる、負けず嫌い、うざいぐらいにポジティブ、物事ズバズバ言いすぎちゃう。なんと、何ですか、なんかいます、特徴。明るいですね、17年間の私の
エビの心の性格を見てるとこんな感じだと思うんですけど、どうでしょうか皆さん。恋捨てに出てた話はまた後でにしましょう。はい、好きな色、好きな色は赤と黄色です。赤はエビのカラーですね。エビカラーの赤なんですけど、赤はなんで赤が好きかっていうと情熱の赤だから。黄色はひまわりが大好きなんですよ。ひまわりが大好きで、だからひまわりが大好きだから黄色が好きです。で、今ライラックの担当カラーも黄色なので、アゲアゲで嬉しい感じですね。はい、で、好きな食べ物は、それはもう、肉ですね。エビも好きです。エビも好きですけど、一番は肉とチョコレートですと、イチゴです。お肉は何が好きかな。お肉全般全部好きですね。でも最近焼肉行ったらタン食べてます。タンはなんかカロリーが少なそうだからタン食べてます。はい、チョコは1日チョコを食べない日がを作ると禁断症状が出て頭おかしくなっちゃいそうなぐらいチョコは大好きです。イチゴも同じです。イチゴは今の季節が旬なので、これからイチゴいっぱい食べようと思います。嫌いな食べ物は牛乳、抹茶。最近嫌いな食べ物なくそうと思って頑張ってるので、嫌いな食べ物なくなってきました。偉いですよね。やるじゃないか。そうなの。あ、でもあれ嫌い、なんだっけ、茶碗蒸しの中に入ってる臭い銀杏は本当にうざいぐらいに嫌いです。もうなんかうざくないですか、銀杏ってなんか隠れ潜んでんのに、口の中に入ってきた瞬間にこの口の中を全部銀杏の味にされちゃうのがちょっと嫌いです。そのぐらいです。嫌いな食べ物はそんなにないですね。はい、最近の話、最近のエピソードは、そうですね、恋捨てに出て1年経つんですけど、今はなんとその恋捨てから誕生しているバンドのライラックに、青春バンドワゴンフロムライラック恋捨てっていう、そのライラックのキーボード担当をさせていただいております。嬉しいことね、ありがたいことね。まさかね、自分がね、そのシーズン8頃がライラックができたのが、ライラックの1段目っていうんですか、あれはなんて言うんですか、ライラック初期がちょうど心が恋捨てシーズン8に出る時にオールバック、なんて言うんですか、あれは楽曲、そう、主題歌、シーズン8の主題歌がちょうどライラックのハローだったんですよ。シーズン7の後半ぐらいから使われてたんですけど、シーズン8がもうまさにドンピシャで、うわーすごい、ライラックすごいって思って、キーボードやりたいって思ってたら、まさかのまさかで半年後ぐらいには自分がライラックのキーボードを担当させていただけることになりまして、ありがとうございますって感じなんですけれども。で、まあ、メジャーデビューもね、なんだかんだで頑張りましたけれども、多分この先ライラックとして 前以上に皆さんとそうやってライブとかすることもあると思う、ライブとかでお会いできる機会もあると思うので、皆さんぜひ応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。で、好きなエビの食べ方、これはですね、皆さん好きなエビの食べ方は皆さんそれぞれあると思うんですけど、私はこいつを酢飯の上に乗っけて、こいつをカルパッチョにして食べるのが大好きです。食べたことありますか。マジで美味しいですよこれ。なんか酢飯の上に酢が、カルパッチョって酢ですよね、違いますか。カルパッチョの酸っぱさと酢の酸っぱさが本当に美味しい。皆さんぜひ食べてください。この子をカルパッチョ漬けして酢飯の上に乗っけてください。あとは好きな食べ方は、鍋に入ってる、この子大好き。鍋入ってますよね。最後に YouTube の目標。YouTube の目標は、YouTube の目標としては、まず始めたばっかりなので、まずは5万と、登録者数5万人を目指して頑張りたいと思います。相当な努力が必要だと思うんですけれども、皆さんにまたかよみたいな動画がないように常に面白いことをしながら頑張っていきたいと思います。はい、今日の変顔なんて、さっきと一緒だな。はい、今日の変顔です。ということで皆さん、チャンネル登録と高評価お願いします。